売こちらの、不思議マナリザードンカメックスのスペシャルデッキセット EX 本日発売5000円プラス税で5500円。はい、こちらの新発売の商品なんですけども、つるつるさん、これ何がいいのかちょっと解説してください。ビシッと、まあなんと言ってもですね、はい、まあ例年のやつだと5500円値段一緒なんですけど、一緒一緒、今回なんとデッキが3つ分入ってます。前回はリザードンだったじゃん、はい、去年。あれ去年が、うん、リザードンとレッグザの2つだっけ。はいはいはい、なんと今回3つなの。つなてて、お得ですね。で、内容もなかなか多分しっかりしてて、はい、結構ちゃんと戦えるようにもなってます。ちゃんと戦える、はい、おお。でプラスでまあこの人気の3匹と、うん、あとはこの AR っていう最近 の、 このイラストの、はい、アートレアね、ちゃんとしてるやつが、うん、これも新しいイラストでコレクター価値も多分結構あるんで。これは何、デッキまた全部光ってるとかそんな感じのやつ。デッキはどうなんすか、ね、全部じゃないのか。多分このこのメインの看板カードたちが新しいイラストになってますよっていうのが多感じで、このダメ感とかも入ってるんで始める人たちにも何もうファミリーセット的なやつですぐにできるよみたいな、まあ、で大体この時期に出てクリスマスとかプレゼントにも、確かに値段的にもねクリスマスにちょうどだね、セットだと思います。はい、はい、新規イラストって噂はどれなの。新規がここのこれか、この3つ、うん、この3つ、うん、あこれこっちこっちが新規、ああそういうことか、アートレアが新規イラストなんだ。特別なカードが1枚ずつ入ってるらしいです。この表紙は特にそれは普通なのね、はい、これどうなんだっけ、前と一緒なんだっけ、前と一緒なのかな、そうかな、うん、これかにも多分入ってるから、はい、そうそうということらしいです。はい、はい、ということでこちらあの税込み5500円と割と高いですけど3つ入ってるからお得なんじゃないかな、はい、売れるかな大丈夫だよね。毎年このサイズの箱物がたくさん来るんですけどね、やっぱりパックは売れるんだけどデッキはねいまいち動きが良くないんですけど、今回のは期待していきましょう。だって5三桁だもんね。そうです、うん、じゃあ鶴さんどうですか、これはこれはどうしましょうこれヘビーユーザーはいるのかな。ヘビーユーザーはヘビーユーザーね、結局パックに入ってたカードだから持ってる人も多分多いから、新規の何能力的なものも別に新規のカードは入ってないの。そうですね、あみんなそれ、まあ、でも割と使うカードは結構入ってるんで、あだから追加でパーツ欲しいなって人とかっていう人なんだ。そうか、そうでもヘビーユーザーにはあんま向いてないんだな。全然ありです。じゃあ子供たちが始めるときにこういうのでできると、はい、ポケモン友達で3つ分けたりしても、うん、あ確かにそうだね、結構いいんで、はい、はい、家族でもできるし友達でもできるし初心者がやるのにはいいということで、じゃあ新発売なんでよろしくお願いします。はい、つるつるさんでした、ありがとうございます、はい。